車好きのための時間がやってきました。今回はストリートカーナショナルズのレポート第3弾、古いアメ車を中心にさまざまなカスタムカーが集まった大型イベント。今週は特別古い車あり、思わず笑ってしまう車あり、アメ車の乗り方も人それぞれ、個性たっぷりのオーナーさんをヤクちゃんが突撃インタビューします。そして後半は四輪駆動車の新しい競技ロッククローリングをご紹介。荒削りな岩場を果敢に挑戦する四輪駆動車の究極ともいえるモータースポーツ、大きな岩をものともせず乗り越えていく様は迫力満点。今日も車だらけの30分、それではヤクちゃんよろしく。さあやってまいりました、ストリートカーナショナルズ、ナショナルズ、ほらナショナルズね、ナショナルズ、ナショナルズ、ナショナルズ。というわけで、鈴鹿サーキットのオートキャンプ場、ね、去年はね、雨でした。そうだったんですよ。でね、去年はね、それとね、あと違う企画もあったから、はい、十分に回れなかったんです、うん、今回は、回ります。はい、まあ、一応回ってます、ね、回ってますね。これ、うん、僕一つ疑問に思ったんですけど、まあ、この車前向けてますね、これ前向き、これケツ向けてるってことは、ケツがいいわけ。そう、お尻がポイントなんですよ。これなんかさ、こう歩いてさ、こうやって後ろに、あたならない、ならないっていうぐらい飛び出てる、うん、さあ、それでは、はい、行ってみましょう。この番組は J スペックの提供でお送りします。さあ、会場にね、いろんな車が、ホンダ、それから、こちら会場でもすごいオーナーさんですか。はい、あら、これはコルベットのエンジン、LT1、TPI ですかね。仙台から今、乗ってきたの。乗ってきて、乗ってきました。マジで高速道路800キロ、すごいね、あの距離がね、うん、これは何と表現したらいいんでしょうか。失礼ながらどう見てもスクラップですよね。車はシボレーのインパラ、1964年式。しかしこれでちゃんと走れるそうなんです。すごい、と、まあ、いわゆる途中っていうことですか。これ途中というか、ちょっと車燃やしちゃって、は燃えた燃えちゃったんですよ。だからやにエンジン切れじゃん。エンジンはちょっとそのギャップでこう狙って。2人で来たんですか。さあ仙台からこれに乗って寝てましたけどねちょっと待って止められなかった途中。あ、警察普通にこう横ボーン何を、まあ、悪くはないもんね。ただあのライトとか全部つけるの。ただちょっとボロいだけだよね今ちょっと言っちゃ悪いけどボロいよね、はい、これ塗り直すのかどうすんの。とりあえずはこのままですかね、やっぱり好きなんで。あのさ、俺がやるから一回記念に蹴飛ばしてもいい。いや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 そこは大事にするんだ。大事なんだ、大事な車。わかんないパンチいや、パンチしたね。この頃も鉄家庭からって言ってダメだよこれかっこいいです。嘘つけこれかっこいいか、お前いい味出たんだ。メーターもガラスねえもん。動くの？メーター動きます。仕事は何してるの？車屋です。車屋ならもうちょっといいの乗ろうよこのボロいのがいいの。そうです、これがいい。果たして何人の方がこの番組を見ててこれを理解できるんだろうかでも結構これがいいって言ってくれる。ちょっと一回さ、二人でそれボンネットはめてくれる君たち、デコボトコンコンビでねで、これで止まないの。これ止まないの。ちょっと乗っていい、はい、ボロいでしょ。ありがとうございました。
はい、なかなか人気もある、なかなか結構涼しいです。姫路やりますよ、姫路の人。はい、はい、どうも、はい、どうも。いやー、ヤクちゃん本当に人気者ですね。歩く先々でこんな調子。そして次にヤクちゃんが目をつけたのはこの車。綺麗な紫色でペイントされていますが、なんと戦前の1939年式シボレーマスターデラックス。エンジンは1951年式のものに乗せ替えられていますが、いやー全てが美しい。知ってますよこれ。これ昔のクーラーでしょ。ここそうですね、エアクーラーです。うわ、これ、でかく入ってるの、わら。わらに、これはわらが入ってる。60年前の。本当に、本当に。これは、これ乗ってきたの、これ、トラックで乗ってきた。いや、これに乗ってきました。これに、クーラーついてる。いや、ついてます。ない。いや、昨日は大丈夫でしたね。フルレスト。じゃないです。じゃない、まだやることある。はい、行くよ。すごいな。だいたい自分でやってるもんですからね。何でもできるんですか。いや、やってみてできちゃったみたいなね。やってみたらできちゃうんですね。そう、やってみてできないから。痛いよ、助けて、誰か手が頭に出るよ。芸能界10年やってるらな。ありがとうございます。ご盛況ありがとうございます。CM の後はさらにクラシックなアメ車が登場。ドリームカークラブ、とびっきりなカスタムカーの祭典、ストリートカーナショナルズ。お次はこんな車。これは、なんて車ですか。これは29年のモデル A ですね。ここです。ナンバーついてんの。はい、これ走ってったの。はい、すごい。なんと未だ現役、76年前の報道。1929年といえば昭和4年にあたります。もちろん大きくカスタムされていて、エンジンも乗せ替えられ当時のままではありませんが、なんとも渋い一台です。ちょっと朝も見たんですけど、はい、これが切ったの、木どうなんなの、これは。こういうもんなの。うん、今日ちょっと暑かったんで、もう暑かったとかいう暑かったとかいう問題じゃないと思うけど、これ開きますか。とは開きますよ。座ってもいい。どうぞ足をね、さっきに決めてもらった方が。そこ抜けない、大丈夫。痛い。あ、これハンドル、痛い。あ、ちょっと待って。つった。こうやってガニ股で乗るの。はい、こうやってオートマ、オートマチックです。はい、うん、楽楽運転。楽、はい、普通に走れるの。これ普通に走れますよ。これハンドルもうちょっと小さくした方がいいんじゃないの。ああ。足、こっかけ、拳1個しかない。これ開けて、もうこれ出来上がり。これいや、まだ今やるってる途中。あとやる、落としてチョップして、あとチャネルズ。こっから実際にあれ吸ってるんでしょ。あ、はい。これハイブルいくつなんだ。5800。5800350。はい、半一発かかる。あ、ガソリン流れてる、ここ。オーバーヒートとかしない。その時ガソリン撒いてきました。少しオーバーフロー起こしたと。オーバーフロー、うん、あれそれは何だ。俺はこの手の類はまだ勉強不足だな。分かんないな。ありがとうございました。さあ続いて2台のお友達の車、こちらで。え、オーダーさん、オーダーさん、はい。ああ、初めてだけどね。これは、はい、何ですか。え、同じ、これとは違うの。2年古い T 型っていう、ちょっとこれが
A 型。これ A 型。これが T 型。T 型。僕は O 型。面白い。いいお父さんなんですが、そうやめてください。いやー、面白いオーナーさんですね。こちらは T 型フォード。世界中にモータリゼーションをもたらした歴史に残る車。しかしこれも随分カスタムされて、クラシックカーというより遊び車。エンジンもシボレー V8 に乗せ替えられています。これはこう、そうです。どうだなんかだいぶ乗りやすいですよ。あっちに比べたら、はい、最初からこういうもんなんですか。最初から、はい。二人乗り登録、これ。そうです、まあ、ある意味女性限定とか。女性だっけな。あ、いや、そうです。ちょっと突っ込まないでくださいよ。喜んでるよ。なんかどっか英国のお姫様。これ石が当たんないですか。あ、結構来る、はい、自分のがね。あ、自分のが自分のがこう飛んでくる、はい。何年ぐらい持ってるんですか、これ。あ、いや、最近です。なんでまたこれなんですか。いや、これしかないかなっていう、まあ、ええ、なんかあるでしょ、このピビッと。いや、ピビッと来たんだ。来たんです、はい。こいつだみたいな、こいつしかいねえだろみたいな。オリジナル、これ全部。いや、違います。フレームとボディはオリジナルなんですけどね。シールボディって言うんですか、はい、まあ、やっぱりこれでいくらぐらいですか。いや、リグマイピンキリですけどね。だいたいその場で行った。例えばこれ、あ、でもこれ皆さんハーレーと違うんですよ、このスタイルが。全てにおいてエンジンも値段つけないですよ。あ、面白いですよ、乗ってても。ちょっとこう乗りにくいんだけど面白いんですよ。僕も数々乗ってきましたけども。この手の古い車初めて。そうです。で、この人もお友達で、はい、ちょっとすいません、もう一回。いや、隠れなくても。まあいいや。で、一緒に2台走ってる。あ、そうです。CM の後は、四駆の新しい競技、ロッククローリング。ドリームカークラブ。さあ、ご覧の映像。四輪駆動車が険しい岩場を乗り越えていますね。これは、ロッククローリングという競技で、アメリカ発祥の比較的新しいモータースポーツ。こうした岩場のコースを四輪駆動車でいかに乗り越え速く走れるかを競います。日本では本格的な競技がまだ2年目という創世記。そんな興味深いイベントをドリームカーガールの優香ちゃんが取材に行きました。うわー、やっちゃった、やっちゃった。おお、そうそう、あれがね、ポインターって言って、うん、あの人がああいう誘導役なのね。車のラインを教えたりだとか、まああやってああいう石をああやって動かしたりだとか、うん、コース内にある石だったら動かしても OK だから。西切さんと、藤村さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。まずロッククローリングっていうのを初めて聞くんですけど、一体どんな競技なのかいろいろと教えてください。もともとアメリカが、まあ、はい、発祥の地で、岩の上をね、はい、まあ、走るという、まあ、単純に、まあ、岩の上を走ってこうどこまで行けるかみたいな競技なんですけども、車の性能も必要だし、はい、運転技術がもちろん必要だしっていうので、うん、でまあ、これが両方できてないと絶対勝てないっていうのが、まあ、四駆に乗ってる人たちの究極のとこに来るとここに行き着いたかなっていう。四駆の究極のところですか。そうですね、はい、あ、なるほど、はい。それではロッククローリングのルールを説明しましょう。今回の大会はセクションと呼ばれる競技コースが3つあり、どれも距離は 50m 程度。どのセクションからトライしてもいいんですが、1日のうち必ず3つともトライしなければなりません。セクションごとにスタートからゴールまでのタイムトライアルで順位が決まり、順位に従ってポイントをゲット。ただしコース途中にパイロンで仕切られたゲートが2カ所あり、ここを通過できない場合は大きなマイナスポイントになります。制限時間は15分。もし時間内にゴールできなかった場合はスタートからの距離で順位が決定。そして3セクションの合計ポイントで総合優勝が決まります。では次に今回この競技に挑戦する西切選手のマシンをチェックしましょう。ベースはトヨタランドクルーザー70、平成元年式、ロッククローリング用にチューニングされたイカした車です。
まず、はい、このタイヤ。タイヤ、ね、はい。まあ、なんか見るとこうゴツゴツしたブロックのタイヤ で、ね、まあ、街の中走っててもね、こんなようなタイヤ見ると思うんですけど、はい、BF グッドリッチさんがですね、ロック専用に作ったタイヤなんですね。だから岩専用ですね。だからこういうことをやる競技をもう前提に作ったタイヤですから、まあ、一般道路ももちろん走れるんですけども、あのもうそのいわゆるこのサイドウォールといってここの硬さですね、それからこういうブロックのこういうコンパウンドのこう柔らかさだとか、そういうものすべてそのロックに対して、ロックをいかにグリップさせるかということに念頭を置いて作ったタイヤなんですね。あ、なるほど。そうなんです。でこれに組み合わせるこのホイール、はい、違いますよね、うん、なんかボルト止まってますよね、このねボルト。これ何かっていうと、普通タイヤってホイールにこうボンってはまってるんですね。でこういうタイヤって空気をめちゃめちゃ落とすんですね。その落とす理由っていうのは、空気を抜いちゃうんですよ。っていうのは何かというと、岩をこう乗り上げるときに、空気がパンパンに入ったタイヤだったら、跳ね返っちゃうでしょ。乗り越えようと思ったときに跳ね返っちゃう。それがこういうのは空気を抜くことによってこういうふうに潰れる。そうすると岩をこう包むようにして上がる。だけどエアを普通に抜いちゃうと、抜きすぎちゃうと、タイヤがホイールから外れちゃう、バシュン。だからそれがならないように、これはボルトでタイヤを挟んじゃう。だから空気を抜いてもタイヤが外れない、リードロックホイールって言うんですけど、まあ、これは本当にまあファッションではなく、やっぱり欠かせないアイテムですよね、そういう、この競技をやるには。あとは何かありますか？あとはもう、まあ、この車トータルでいうと、まあ、さっき言ったタイヤ、ホイールですね、それからまあこういうボディのプロテクション関係、ね、こういうまあフェンダーとかもそうですよね。こういったフロントのフェンダー、それからこういうところも全部パイプが入れてあるんですね。だから最悪そのこういうところにヒットしたりとか、ボディが傾いて当たるようなことがあっても、普通の鉄板ね、これぐらい薄い鉄板だとこれはもうへこんじゃいますから、まあ、こういったところにこうプロテクターをこう鉄板入れたりとか、強力にしてあるみたいな。そうです、そうです。でガードしてあるんですね、でやっぱり当たりにくくするためにこうやって大幅にボディをカットしたりだとか、でやっぱりこういうボディーワークですよね。それからまああとはもうやっぱりこういうところ走るわけですから、やっぱりサスペンションですよね、足回り、普通車の足回りってこういう四駆じゃなくてもそうなんだけど、車のを車高を保つバネっていうのがあって、あとバネとそれから車のその挙動を抑えるアブソーバーっていうものが別々にこうセットされているのが一般的なんですけども、これ見てもこうバネみたいなものが一切ないんですよね。見てもらえば分かるんですけど、でこれ何がやってるかというと、このアブソーバー、これがフォックスのエアショックっていうんですけども、エアでいわゆるその今言ったバネとそれからアブソーバーの役目を一緒に果たしてあるようなものなんですね。空気です、空気です、空気です。だからここバルブがあるでしょ、タイヤの空気入れるとこみたいなバルブが、ここからエアを入れるのね、でこのエアの圧で、まあ、硬さを変えて車高を変えたりだとかっていうことができるのね。いやー、なかなか奥深いですね。 CM の後はいよいよ石切選手がロッククローリングに挑戦です。ドリームカークラブ四輪駆動車の究極の競技ロッククローリング、挑戦する石切選手はライバルたちの走りをまずは下見します。ちょっと手前で早め早めに岩詰めよう。もうカメって止まるのが一番あれだから、ああいう状態の時にその方が速いだろう、そこで来たもんだよって、もしそれでポーンとはまったらもうそこで終わりだからやろうぜ。さあ石切選手出番です。打ち合わせしてます、緊張してます。だんだんね、冗談抜きでね、緊張してきちゃった。なんかね、顔がね全然違うんですよ、さっきの余裕な顔と。さあいよいよスタートします。よーい、スタート。頑張ってください。いらっしゃい。いきなり倒れそうな角度ですね、これ。まだ全然大丈夫ですね。これは大丈夫な範囲。まだ全然大丈夫。
距離遠いですか。わあ、バーバーたちがボール、タイヤは上を抜いて、はいはい、ああいう状態にしてこう岩にこう噛みつくようにですね、グリップさせるんですよ。みんなエアを落としてて、まあ、空気圧がね、まあ、0.5 とかに下げてるんですけど、うん、あれもうちょっと、見て、ほら、見て、ナンバープレートが割れてる。あれは減点の対象にはならないんですね。減点にはならない。もうちょっと水がないんだ。それを誘導してるんです、あのポインターの人が。はい、3本目だ。なんとここでドライブシャフトが折れてしまった。走行不能なんですか。そうですね、もう終わりですね。駆動しないんで、もういやもったいないな。話ですごめんなさい。どうなっちゃったんですか。あのね、右のフロントのシャフトがね、たぶん砕けちゃった。58シャフトが砕けちゃった。それが岩に当たって、いや、あの抵抗で、タイヤとそれの抵抗で結局タイヤを回ろうするんだけど、そこの強度があれで結局砕けた。もうめちゃくちゃ残念です、これ。うわー西入り川が一番悲しい瞬間釣り上げられてるよ。寂しいよ。ということで、西切選手は会場近くのヨンクショップへ行って急遽ドライブシャフトの交換作業を開始。さて、どうなることやら。続きは来週のお楽しみ。それではお知らせです。今年もやります、名古屋ドリームカーショー、9月23日から25日の3日間。ドレスアップカーからチューニングカー、ヨンクに輸入車、カーオーディオ、ジャンルを超えたカスタムカーの祭典。今年は中古車フェアもあり、車を買うならこの日にゲット。25日には日本最大級を目指すカスタムカーコンテスト、ドリームカーカップも開催。ヤクちゃんと番組ロケも入りますよ。そして恒例のドリームカークラブミーティングは8月が都合により中止となりました。ごめんなさい。代わりにドリームカーカップへの参加お待ちしております。さて、次回は今回と同じく2本立て。ストリートカーナショナルズからは日本車の超を生かしたカスタムカーをこぞって紹介。そしてロッククローリング西切選手の挑戦はどうなるのか、お楽しみに。この番組は J スペックの提供でお送りしました。